スマイルクッキング。今日は三色丼を作ります。まず最初にボウルに鶏肉を入れます。ここに A 調味料を加えます。お醤油を入れます。お酒を入れます。お砂糖です。と、だしと生姜汁を入れます。このようにひき肉と調味料をしっかり混ぜ合わせます。このように合わせてから火にかけることでポロポロのそぼろができます。冷たいフライパンの中にサラダ油を一回しと調味料と混ぜ合わせた鶏ひき肉を入れます。お肉と油が入ったら火をつけます。中火にしてお箸を使って煎っていきます。ある程度白っぽくなってきたら火加減を強火にして煎っていきます。ここで水分をしっかり飛ばします。水分が飛んだら鶏そぼろの完成です。次に卵そぼろを作ります。卵を溶くときはお箸をボウルの底につけて卵白と卵黄を切るように混ぜていきます。ある程度混ざったらここにお砂糖とお塩を入れます。お砂糖を入れます。お塩を入れます。もう一度お箸でよくしっかり混ぜましょう。一度こします。ボウルとザルを用意してこの中に卵を入れます。こすことによって綺麗な卵そぼろを作ることができます。次にフライパンを使って卵そぼろを作ります。サラダ油を適量フライパンに入れてください。最初は強火で火を入れていきます。お箸の先に少し卵をつけてフライパンの中に落としてみます。ここでジュッと音がすればフライパンが温まっている証拠です。外側に火が通ってきたら火を弱くします。で、菜箸を使って卵を煎っていきます。このように外側から火が入ってくるので外側もしっかり混ぜましょう。菜箸をたくさん持つのが難しければ本数を減らしてやってみてください。全体にしっかり火が通るまで加熱していきます。これで卵そぼろの完成です。次にほうれん草の根元に切り込みを入れます。まず下の部分の根を少し切ります。火の通りを良くするために十字に切り込みを入れます。ほうれん草を茹でるときはまずたっぷりのお湯を沸かします。ぐつぐつ沸いたお湯の中にお塩を大さじ1杯程度入れます。お塩を入れて茹でることでほうれん草の色が鮮やかになります。ほうれん草を入れるときはまず茎の方から入れます。だいたい20秒から30秒ぐらいしたら葉の部分を入れていきます。ほうれん草が茹で上がったらすぐに氷水に取ります。氷水に取ることでほうれん草の綺麗な色を保つことができます。ほうれん草を絞ります。このような巻き簀を使うと絞った時に手の跡がつかずに絞ることができます。巻き簀を広げてほうれん草を置きます。この時に茎と葉が交互になるように置くと均等に絞ることができます。このように巻いたら上からお水を絞っていきます。しっかりお水が切れたらここで上からお醤油をかけます。下味をつける役割と、さらにほうれん草から水分が出てきて水っぽくなりません。今日は下味をつけるために上からだしもかけます。かけたらもう一度上から絞ります。食べやすい長さに切ります。一番下の根の部分を切り落とします。3センチ長さくらいに切っていきます。具材の準備ができました。鶏そぼろ、卵そぼろ、ほうれん草、準備できたら盛り付けをしていきます。これで三色丼の完成です。